こちらの注意事項にご不満の方は戻るボタンを。それ以外の皆さんはこのままお待ちください。さあやっていこう。今回はアドベンチャーの全エンドの回収だよ。どんな分岐になるんかな。さて最初のエンドだけど、放置エンドかな。とにかく娘たちに会わないで過ごしたら脱出らしいです。うっかり会ったら、フラグ折れちゃうね。とりあえず、ここで3日まで放置して脱出すれば終わるらしい。それまで変化があるまではカットだよ。そういえば自室から移動してないね。今みたいな自室でできることがないから、異常っちゃ異常だね。違和感を感じるようになったね。ここは本物ではないからね。現実だと、もう高齢者だものね。あとは脱出するようだけど。どこだろう？前回と同じで玄関じゃない？この写真誰？青年の頃のアリス？それともハイオル？謎だけど、誰なんだろう？光ってる。やっぱりこれが出口なんだね。無事に脱出。初見だと少女たちに会うから、このルートにはならないよね。次は少女たちに関わる内容だよ。これ2周目の時は、1日までは分岐的に進めたんだけど、分岐の時間が少ない2日で失敗してた。うわぁ！あの写真の子。それって、自爆霊？2周目は怖くて待機してました。なんだ、ダイナか？まあお化けなんていないでしょうね。強がり？一人だけ部外者がいるじゃない。確証はないけど、あの子かな？うん。まあ何にせよ、招待されに行きましょ。おお、いいね。え、改変されてる？朝チューンしてるし、やっぱり再現ってだけで、手を加えられてるね。赤面するかと思えば、まともな反応だ。神話が関わることだもん。もう慣れた。とりあえず今に向かってみよう。あれ？どういうこと？再現に改変を加えたんだろうね。あまり真面目に考えない方がいい。
誰か来たみたい。あの写真の人かな？誰？知らない女性？え、ここって、リネルの家じゃなかった？記憶が混濁してる。それにしても、ここは何だろう？この血文字、赤いのは嘘が書いてるようだし。まだハイオルが感知してないのを見るに、死が思ったぐらいかもね。そういえば、イービスの薬を見つけられなかったね。今回は、それを見つけるのが分岐みたいだね。問題は、昼までに見つけて渡さないといけない。割と時間がないんだよね。この時、窓に何かがいるのを気づいていません。ここのどっかにあるみたい。普通普段飲んでるのなら、自室に薬を置いてると思うけど、普段はここで飲んでるのかな？あった。これで、最初の嘔吐は防げるかも。いつものルイスに戻ったね。再現に入ってきた主人公だろうね。また朝チュン。この分だとロリーナもありそうだね。そうなの？末っ子だけど、そんなことはないかな。一人っ子だからわからないけど、一番上のホウが損なってマスター言ってた。そうなのかな。まあそれは置いといて。お誘いが来たね。来るとは思ってたけど。それはともかく、特に進展内容もないし。夜までカット。二人の声、まあお察しだけど、それじゃあ行こうか。知ってた。また朝チュン、今回は誰も言ってないね。やることやってたけどね。何、新婚さんのような反応。寝坊した時の反応だね、これ。そしてお見送り。長期休暇なのに3日だもんね。ブラック過ぎたのか？当時は。助けってことは、この子メイベルなんだ。貧しいけど。すごい無力感が。干渉するとやばい。現象のせいなのかな？ここも分岐あるみたい。もう過去を見ない。戻ってこれた。何気にメイベルも助けてくれたんだね。やった。もう一つの分岐も見てみよう。分岐まで戻ったよ。振り返るとどうなるのかな？ひぃ！わかってたとはいえ、実際に見ると怖い。あれもグランの差し金だったのかな？気持ち悪かった。まあこれで全部だね。というわけで、アドベンチャーの全エンディングでした。というわけでバイバイ。